今日のセットリストをですね書いてるんですよ。いいえ。なんかライブ前ルーティーンをちょっと聞いてるんですけども、ライブ前ルーティーンはファンの人をいかに可愛いって思わせるかが大事だと思うので、まあ、今日一番可愛い瞬間を配信で届けたいがために、頂点を配信に持っていくためにこう今準備してるんですよ。こうやってで髪の毛、あ次顔を作って、あれ気持ちも可愛くしてキラキラって輝くこの頂点を配信に持っていくんですね。今何パーぐらいですか？じゃあ今30%ぐらいです。見てみよう、お願いします。怒られたんですか？今日はもう北の国から、北の国からルールのやつですね。はい、ルール分かんないですけど、ジェネレーションギャップだ。最近母親にお風呂の抜け毛がすごすぎるって怒られてて、抜け毛ですね、ストレス抱えてるんですね、はい、かもしれないですね。ストレス発散していきましょうね。リンさんのストレス発散は何ですか？シャワーで叫ぶ。シャワーで叫ぶとはお風呂でとかじゃないですね。シャワーなんですね。シャワーを浴びながら、はい、顔にね浴びながらうわーって叫ぶとすげーってなる。ほぼ溺れてますよね。あれこれは無事。そうなの、寒いです。いや寒かったです。外がめちゃくちゃ寒いです。マジですか？はい、本当に外が寒くて、ね、凍えてた。今凍えて気にする。危ないところですよね。はい、危ねえ。今お買い物してきました。はい、何を買ってきたんですか？え、見ます？見せインパンです。わお。頑張るだ。ああ。縛れるって縛れる。ね、これは厳しいけど、はい、多分これなら。それ行きましょうじゃん。結局何？このさレバーのとこ。あゆ、ねえちゃんたちありがとう。いいんだよ。ゆっくり育つんだぞ。ゆっくり育つんだよ。ありがとうとごめんなさいはちゃんと言うんだよ。はい。いくらね。痛いよね。痛い。痛い。痛いよね。あ痛いです。可愛い。可愛いね。かわいいね。あ、もう一緒来たんだよ。なんかはい、ルーティンっぽいことあります？ライブ前って。ルーティーンですか？なんだろう。一曲全部頭から聞きたいって感じです。だから本当は今曲を流していたい。あ、なるほど。流していたい。悲しくとも、それ頭から歌って、頭から今は進めその思いをなくさぬように着替えました。 50% こうやって髪の毛やりながら着替えながら歌ってイメージしとかないと不安になります。真面目だから眉毛汗かいたら取れちゃって、いつの間にか眉毛が、ね、半分ないこともあるので、そんなハプニングないようにね、眉毛を何パーセントですか？60ツインテールにしてます。今日はもう朝巻いたんで楽ですね。準備が朝のうちに巻いといたんで、できる女かなって。準備してください。あ、はい。写真かと思いました。写真かと思って頑張って決めてたのに。いいです、いい感じ。私のこの頑張って決めた時間を返してください。すいませんでした。すいませんでした。今日全然なんかちょっと髪の毛のなんか分量が決まんなくて、ちょっとさっきからずっとやってます。どうするね。結び直します。やり直しですか？やり直しです。今日やり直し4回目。やっぱ今日決まらないです。うん、どこまで上げたらいい？ここ？ここどうですか？高？あ、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、めっちゃダサいのに今映されてる。ダサい。一番可愛い。一番ダサいぞ。何点ですか？80点。おー、来てるよ、100点まで。もう3点。
かあれしようか、鼻毛なんとか鼻毛スティック持ってきたんで、なんかこれぐらいしようか。え、私今日ラジオ中リンさんのアホ毛ねえなと思って見てた。本当？それでリンちゃん頑張ってアホ毛直してたところ私は見てました。なんかさ、朗読劇の時さ、上から照らされるじゃん。アホ毛めっちゃ見えたっけ。確かに。そうね、カッパみたいなアホ毛されてた。いや、アホ毛問題はありますよ本当に。オイリーにしたらちょっと可愛いじゃん。オイリーにしてください。オイリーかオイリーカオル。ちょっとやだな。ついてんだよな、カオル。誰かにでも使いそうか、でもなんかヘドバンした時危なそうだよね。あ、でもこれ可愛いですよ。めっちゃ可愛いです。これでいけるかな。その高さ似合うと思えないですけど、いけてます。あ、可愛い。え、可愛くない？めっちゃ可愛いんだわ。可愛い。え、可愛いんだな。外話正解でした。え、よかった。え、可愛い。え、可愛い。ちょっともうちょっと下げよう。やり直しですか。やり直しです。私多分今ツインテールするのに多分なんですけど20分ぐらいかけてます。はい。ちなみに今41分で。え、やばいやばいやばい。3分ずつぐらいだったらなんか結構90%。